あとなんとね、通信速度制限に悩まされる感じがね響いてます。でも長原くんも引っかかってるみたいなんで、これ同じ条件ということになります。いける、いける、いけた。あと心も装備できるんで、装備すると強くなります。果たしてどっちが勝つでしょうか。まあ、ちょっとね、やっぱり、ね、Wi-Fi の切り替えで結構引っかかってるみたいなんで、これ、ね、どっちが勝つか分かんないですよ。僕がどういう動きをしてるか、サボってるかどうかが変わってきます。心を装備するっていうことが、ね、できるかどうかがポイントになってくると思います。そういう運も、ね、必要だと思うんで、2つ装備して一歩リード、一歩リードっていうところですね。スライムも一発で倒せる。ああ、なるほど。こうお店でやった方が、ね、いいかもしれないです。近くにいるから目的地にたどり着こう。次の目的地は出ないでしょ。それは、まあ、そこでやると多分、ね、目的地のことが通信制限がね、ちょっと影響して、ちょっと待ってくるしかない。こっちはもうできてます。こっちは今なんか福引きが発生してる。クリアして、あ、福引きね、最初もらえるんですよ。これで多分ね、鋼の剣が確実に当たると思います。あ、そうなんです。それをね、装備して、装備の仕方とかね、また始まる。確実だね。とりあえずね、これ鋼の剣をね、装備してみましょう。こっちはまだ通信制限で、ね、引っかかって、多分長原くんもここ引っかかっていったもんで。あ、なるほど。しかもね、装備でやると、あの、装備できるんで。これ多分さっき次、あの福引きがね始まるんです。それ やっちゃうんです。はい、で福引き今まだ第2のレクチャー始まってます。でも、まあ、当たるやつ大体確定なんで。あ、やっぱり通信制限がかかるとね、これぐらい速度差がね出てくるようです。向こうもこれで仲間割れしてなければいいですが、早くしろよとかなってるから大丈夫です。あ、こっち、あ、門がね、門もあるんですが、いや、これ厳しいっすね。全然出てこない。結構チュートリアルだからね。結構それは飛ばしちゃって大丈夫です。あ、これ飛ばすんですか。一回福引きで、こっちもね、今福引き始めて、こっちは門がね、門はまだやんなくていいですね。レベルが高くなってからなんで、それも飛ばしちゃって行っちゃって、はい、マスキマスキ門クリアするといろいろあるんですが、それは飛ばしてます。あ、うわー、これ厳しいっすね。この検証もね、通信制限がかかるとドラクエはどれぐらいできなくなるかっていうのもね、参考になるかもしれない。こういう感じか、こんな開かなくなった感じです。こういう感じなんですね。いや、これ厳しいっすね。マジで厳しいね。ここ時間がね、やっぱりかかりますね。そうだね。出てくる画面が出てくるまでに。ま、てっちゃんも多分同じ状況を今やってる。どっちの通信制限が早いとか遅いとかあるのかな。てっちゃんは通信制限かかってないです。かかってないですか。機種が遅いだけってことですか。今はもう通信制限かかってない。あ、これ厳しいっすね。ああ、ちょっと。悩む悩むね、Wi-Fi スピードじゃないのね。まあ、あるわけないわな、これな。 Wi-Fi があるところをね、探すっていう方法もあるわけです。いや、セブンイレブンとかを目的地にするとか、これも、どうしようかな。バラキちゃんにかける？あんたに。こう両方のポイントなんで、うん、例えばこっちが3ポイントでこっち10ポイントとかいけば、あの、バラキにかけるか。俺もうこれダメだ、多分無理だ、これ。マジで、うん、そんな感じ。じゃあどうする？クエスト、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 クエストで、で、こっち、あ、ここで作戦がね変わったようです。もうね、携帯が確実に動く、あの、バラキさんに全てを かけてポイントを稼いでいこうという作戦に移りました。いや、これ無理だわ。全然動かないですね。うん、サクサクで、うん、すごい。じゃあ進んでようか。あ、遠いか、遠いか、離れるかも、戻るか。戻っか、アニメイト、アニメイト、アニメイト、完全に戻ってる。アニメイトに戻る。じゃあ行きましょう。往復してるだけかもしれない。あ、ダメだ、もう失敗しますよ。あ、でこれで一人が、二村くんが今ねトラブルに巻き込まれました。果たしてまだ1ポイントだ。もうね
通信制限がかかったら目的地をね、セブンイレブンとかファミマとかね、Wi-Fi が飛んでるところにするっていう方法も、ね、あるみたいです。ちょっと、ね、もうこれはあのバラキさんに全てがかかってます。これが全部かかったら、はい、俺帰りますから、ね、バラキでカメラマンやってもらいます。本来は絶対一般人さ、例えば罰ゲームの一人でカメラマンとか、あれね、これもうね、パントマイムでやりながらハチ公まで行くっていうのはね、よほど嫌なようです。もうね、かなりの罰ゲームなんで、もうガチガチですね。どっちが勝つでしょうか。ちょっとこれ辛い。これは辛い戦いになりそうです。18時半スタートということになってます。勝てるでしょうか。まあ、18時半スタートぐらいですね、多分スタート。果たしていけるでしょうか。まあ、戦いは多分勝てるとは思うのです。戦ってアインギリー、オッケー、勝ちました。一瞬ですね、一瞬だったね。はい、どんどん行きましょう。普通の、ね、目的地が今設定されてます。はい、薬を届けよう。しばらき、あれ、はい、しばらき、ね、どこに設定したの。どこに行きます。ここに、でも俺設定できるか、 Wi-Fi モード。ああ、そう、どこ行くの。ちょ、待って、分かった。近くどこ、コンビニの近くにあるのか。いいな、コンビニが近くに、分かんないな、コンビニが近くに。 あそこの、あれですかね、あそこに行く途中。ああ、セブンイレブンとかがあるとかがあるとか。そして次のはね、市場をクリアできるでしょうか。フルーツコウモリペア、目的地 OK ですか。決まりました。Wi-Fi あるとやっぱ動くんですね。はい、バリキちゃん、はい、ここですかね。あ、ここに、はい、代々木公園に行く、まっすぐのストリートのところに。え、でもね、そっちに、あ、あるか、あるか、あるか、セブンイレブンがある。リンク、リンクか。あ、これ、はい、リンクか、はい、OK、リンになりました。もう目的地行きますか。はい、じゃあ次に向かいましょう。はい、戦いながら行くか。じゃあね、今ね、やってます。あ、田村君、あっちに行っちゃったね。行っちゃってます。ちょっと行きましょう。ちょっとね、かなりね、急いでるらしいんで、早く行かないとね、置いてからですね、早歩きになってます。焦ってますね。はい、今ね、探します。大丈夫ですか。これね、急いで行った方がいい。向かっております。果たしてどっちが勝つんでしょうか。ハードな感じになってますけどね、結構大変なんです。歩き回らなきゃならないですよね。6時半スタートなんで、ゴールは、ね、7時半になります。これ多分ね、往復してると敵が出なくなるっていうこともあるんでね、周回回る感じで行った方がね、いいと思います。結構きつい、俺も坂がきつい。左に寄っていくようです。結構ね、ここで場所を確認ですね。今これで合ってるかどうかっていうのをね、今チェックしております。ここはリンなのか。